簡単いちごジャム教室へようこそ。はい、おはようございます。今日もこのクモン出版さんのプログラミングワーク2を続けていきたいと思います。と今日は前回は前半後半と分けました。と18のメトロノームを作ろうというものですね。こうあの音楽の教室にあるカッチ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 とこう揺れるあの音楽のリズムとかテンポを取る機械です。でこれの前半ということでページは72ページからトライがあってステップ1ステップ2ステップ3ということで73ページの終わりまで行って でステップ4の3拍子を作ろうっていう74ページから今日は再開したいと思います。はい、じゃあちょっと画面を切り替えましょう。はい、いちごジャムウェブでやります。で皆さんそのまま続きで動画を見てもらえてるのか、前回も終わりしないちゃんとセーブすればよかったですね。終わってから実は気がついて私はセーブをしたので、これの3番、ここですね、ロード3ってすると私の場合はそれをロードしてくれて、リストってやるとちょうどこれがステップ3でまでで書いたプログラムになります。はい、ちょっと一回 CLS で消してリスト とちょっとまあ電源切っちゃってデータプログラム残ってませんっていう人はちょっとここで動画を止めて、これを入力してもらうと10行から50行まで入力をしてください。はい、準備できたでしょうか。それではステップ4始めたいと思います。3拍子を作ろうということで1,2,3 を繰り返すプログラムができたのでって書いてあります。このプログラムを実行すると1,2,3,1,2,3と繰り返します。で、X が3の時に音を出せば3拍子のメトロノームの完成ですと。40行にビープを加えて10行に戻る前に音を出してみますということで、止めましょう。エスケープを押して止めてリストをやって40行にビープ、あ、ここにビープを入れようとして全が残ってたんですね。省略できるんですけど、こうしておけば2つプログラムでランをするんですが、このいちごジャムウェブはこれをオンにしとかないと音が鳴りません。これで一定間隔でピッと音が鳴るようになっています。1が出て、音が鳴りますということで、数字が1の時に音が出ますと。40行で3より大きい時、つまり X が4の時に音が出るようにしてますと。音が鳴った時には10行に戻って1で表示が出ると。あっという間に進むので、音が出るタイミングと1が表示されるタイミングが一緒になっていて、1が出る前に音が鳴っているというふうに聞こえますと。でここで40行のビープは取って、 X が4になった時に10に戻して1から繰り返すようにしますということで、少し35行に if 文を入れているプログラムがあります。それをちょっと見てみましょう。止めましょう。はい、で CLS でリストと。でこのビープだと少し違うので、 X が3になった時に音を鳴らそうということで、35行で if X が3の時に音を鳴らしたいと。全ビープとしてあげて、リスト。これでランをしてやると3になった時に音が鳴ります。あ、音を切っちゃってますね。さっきは1
が出る頃になってたんですが、というふうになりますよと。で、まあ、ここまでが音を鳴らしてメトロノームの役目をさせるプログラムになっています。で、ここからステップ5で、まあ、この18のセクションのテーマでもあるパーセントを使ってプログラムを書きましょうということで、上と同じ機能のステップ4のプログラムをパーセントを使って書きましょうということで、テキストある方は3で割った時の余りが120120と繰り返されますよというふうな表が載っていて、それをベースに40行を書き直しましょうというふうになっています。とで、35行は消えてますね。35行は消しますというふうになっていて、まず先35行を消しましょうか。で、リストで、これでここをまずパーセントにしています。で、これで余りが0になった時に全なんかいろいろ書いてますね。なんか0を書いています。0を書いて音を鳴らしてウェイトで60待って、ウェイト O はいらないか、ウェイト60で Go to 10に戻ると、こういうふうなプログラムになってますね。ちょっとこれでリストとしてみましょう。ちょっとわかりにくいですか？ CLS にしてリスト。はい、1から始まって1を表示して1カウントアップして、で、この X を3で割った時の余りが0になるのは3の時、6の時、9の時ということで、3で割り切れる指数の時にこれになって、その時に0を書いて音を鳴らして1秒待って10行に戻るというふうな繰り返しになってます。これでちょっと実行してみましょう。余りですね。3で割った時の余りを表示して120120となって、0の時に音が鳴るようにしています。で、これでとステップ6ですね。ちょっと一回止めてステップ6に入ります。まあ、これでパーセントが使えたので、ステップ6ではなんかちょっと高度なプログラムに変えるんですかね。2行で入力するウェイトの数を小さくすれば早く、大きくすれば遅くすることができますと。ウェイトの数字をなんか変数に覚えさせようとしてますね。で、3行で入力をするパーセントの値を変えれば表紙、英語ではビートと言います、これが変わります。それを H と B にそれぞれしてプログラムを実行したらインプットで入力できるようにしてみましょうということで、1行2行3行を足して変数に書き換えています。1行はまず画面を消すと。で、2行はインプットの速さ、ローマ字です。速さイコール。で、速さは H に覚えてくださいと。で、3行はインプット、何ですかね。ビートイコール、ビートは B っていう変数に覚えさせています。はい、これでプログラムがこのように頭に3行ついて、で、ここのウェイトを速さに変えましょうと。で、割った時の余り、これがビートにしましょうと。で、
ここのウェイト60もう一つあるのでここも H ですよねと。これで実行すると速さが20ビートが4とかにすると風に音を鳴らすことができます。まあこのビートとか速さっていうのが音楽得意な人だったらイメージがつくのかもしれません。何か具体的な例の数字が入っていないので、まあこれで4拍子2回に1回なら2拍子4回に1回なら4拍子と同じテンポを刻みながらということでメトロノームになりますというのが脚注に説明があります。はい。じゃあちょっと音を止めて、プログラムを止めて、はい。いかがだったでしょうか。まあメトロノームでなんか絵でこんな風に動く絵が出ればそれっぽいのかもしれませんけど、まあとりあえず音だけでメトロノームを作るということで、これで75ページまでできました。はい、取り組んだ日にちを書こうということで、テキストを持ってる人は日にちを書いておいてください。はい、今日もご清聴ありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時にいちごジャムやマイクロビットのプログラムを紹介しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて毎日お付き合いいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。